こんにちは、八千代介です。去年は1試合しかできずにもどかしい1年になったんですけど、まあ、今年初っ端の大会で試合を組んでもらえてとても嬉しく思っています。キム・ギョンピョ選手、僕が出たかったロードトゥ UFC 出場しててベスト4まで残っている選手なんで、すごくずっと戦いたかった、個人的に戦いたかった選手なので対戦が決まってとても嬉しいです。で、本当に気持ちも強く、MMA のレベルも高い選手なんで、その選手にしっかり勝って、でなおかつフィニッシュできるように戦いたいと思います。去年のこのモヤモヤもどかしさをこの試合にぶつけたいと思ってます。よろしくお願いします。グスタボ選手とは、ヤツ選手も対戦されていて、今回こう気持ち的にはこうどっちに勝ってほしいとか、どっちを応援したいとか、そういう思いっていうのはあったりするんでしょうか。どうなんですかね。やっぱ、日本人の堀江君に頑張ってほしいなと思いますけど、はい、まあ、難しい質問ですね。はい、まあ、いい試合になってくれればいいなと思いますけど、まあ、僕2回やられてるんで、まあ、堀江君にね勝ってほしい気持ちもあるけれど、まあ、自分がねリベンジ、誰よりも先にリベンジしたい気持ちもあるしっていう、まあ、本当そのままの感情ですかね。はい、ちょっとこう大晦日のツイートも少しこうバズってはいたんですけど、その点についてもお伺いしてください。いや、本当僕会場つきたてでぼーっと見てて、本当何も考えずあいツイートしてしまって、まあまあまあ、でも思ったことなんで、まあ、きっと賛否両論あると思いますけど、なんかたまにツイッターやるとすぐ炎上するなっていうのを反省しました。はい、お答えにくい質問ありがとうございます。